長でございます。スカちゃんくん面白かったね。ねえ、そしていきなりね、もしかしたらさかなくんが出てきたのかなと思いの方もいると思いますけれども、もう中学生と申します。お笑いを目指させていただいております。いやー嬉しい、本当にね、今日もうね、10万石祭りのね、あのもう持ってこいの快晴でね、よかった、最高でございますね。本当に快晴の第69回というね、ちょうどいい回ね。ちょうどいいよね、69回ね、ちょうどいい回にふさわしい快晴でございます。ありがとうございます。昨日今日とね、昨日も良かったもんね、お日柄もね、蝶々もね、たくましいし、トンボもね、お元気で、いやー嬉しいでございます。全員もう真っ白の全員来てくれたもんね今日ね。ね、戸締まり気をつけて来てくれてありがとうね。ちょっとね、あの先ほどスカちゃんくんもおっしゃってくださった通り、実はね、10月2日にあの地元の洋服屋さんで腰を痛めて体を動かなくなっちゃって、それがなんと5日間入院して、無事退院して、そしてもうネタまでできるようになっちゃった。ありがとう。やっぱ本当に長野の医療はやっぱ世界一でございます。ただご迷惑かからないようにね、もう二度と入院しないように気をつけたいね。なのであれだね、みんなに言えることは日頃の運動だね。ねえ、やっぱジョイマン君が運動は大事、バンドはエイジって言ってたけど、あれが身に染みましたね。なのでちょっとね、あのいつものでかい段ボールではなく、プチシリーズ、ブルボンのプチシリーズばりのちょっとプチネタなんですが、見ていただいてもよろしいでしょうか。ありがとう。じゃあちょっと早速、ちょっとおのおののことやってて、準備に時間がかかるから、ちょっとおのおののことやって、トンボさんね、ありがとう。じゃあちょっといろいろとやる。まずは UFO が松代にやってきたをご覧ください。 UFO が松代にやってきたね、面白いよこれ。ね、プー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 、はっ、 UFO が松代にやってきた、プープープー。でも一体どういったね、ご用事っていうか、どういったことで UFO が松代にやってきたんだろう、プー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 。あ、犬の散歩で来たのかよ。ねえ、いかがでしょう。ありがとう。続きましては、ちょっとみんなに見せたい系のネタというかなんだけど、見て、鋭いおむすび、ね、鋭いおむすび見てあげて、ほらね、鋭いおむすび、なんか本当にね、スカちゃんくんのあの見事なきらびやかなネタからこんなにチープ、順番がこれ逆じゃない、こんなにチープなネタで。続きまして、みんな今10時12分ぐらいでしょ、ねえ、なんとこの時間に気球がやってくる予定なんです。今日皆さんサプライズ気球なので、気球が間もなくやってきますので、みんなで気球に手を振ろうね。え、気球が間もなくやってくるよ、ほら、あ、来た気球、ほら手を振ろう、あーい、あーい、ほら、あーい、気球にほらね、あーい、みんなに会いに来てくれた、あーい、ほら、あーい、気球だよー、あーい、ふわーんって言っちゃった、ねえ、ねえ、気球でした、ねえ、楽しい、ね、続きまして、大谷のホームランを見ようです、ね、なんと大谷選手のホームラン、みんなで見ましょう、なんと生で、本物見たことある人いる、大谷選手の WBC とか日ハムの試合で、じゃあ今日が初めてだ、本物見るの、ね、じゃあ大谷選手のホームランをみんなで見ましょう、あそこがフェンスだからね、あっちがホームラン、ね、行くよ。じゃあ行きます、 3D で失礼します、みんなの上、それ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 、大谷選手頑張れ、
し、みんなのパワーが必要かもね。ちょっと炙るね。もっとみんなのパワーをいただいて、それでは行きますよ。大谷選手のホームラン見よう。それそれそれ、頑張れ。プレーオフも頑張れ。入ったねえ、ありがとう。いよいよ次が最後のお出し物になります。最後早いね。ちょっとね、持ってける量が制限されちゃって、よいしょ。最後はちょっとみんなで歌を歌いましょうという、こちらでね、ちょっと分けさせていただいて、こちらからこちらの皆さんでミミを歌いましょう。ミつむじでミ、素晴らしい。でこちらのこちら皆さんソを歌いましょう。ソソソ、男子もソ、素晴らしい。じゃあみんなで合唱しましょう。それありがとうございました。皆さん、今一度大きな拍手をお願いします。ありがとうございます。おかえり、ありがとう。おかえり、ありがとう。ありがとうございます。ね、大丈夫ですか。もう登ることはできないですよね、ステージにはね。え、いや、できるよ、もう余裕で。余裕ですよ、もうじゃんけん大会なんで。もちさんは逆に下の方が見やすいかもしれない。なるほど、はい、確かに、はい、日本野鳥の会バリにね、バリに。いや、でも素晴らしいネタでした、はい、本当スカちゃんくんの。ありがとうございます。最高でございました。いや、そんなお尻向けて皆さん。楽屋でやりたい。楽屋で褒めてください。楽屋でやりたい。じゃあ上がらせていただきます。はい、さあ、ということでもう中さん、はい、うん、今から豪華賞品をかけた、はい、じゃんけん大会でございます。皆さん、じゃんけん大会、はい、じゃんけん大会、うん、本日、はい、もらえる商品は、なんと、そうなんです、こちらでございます。私がデザインさせていただいた御朱印、もしかしたらもうお持ちの方もいらっしゃるかもしれないのですが、はい、はい、松代城の御朱印を、5枚あるので、はい、5名様に。5名様、はい、欲しいですよね、皆さんね。いい、はい、ね、ね、みんなそんな盛り上がってないのは、どうしてですか。イエーイとか。皆さん欲しいですか。イエーイ。あ、よかった、よかった。そんな欲しくなくても強制で、皆さんじゃんけん強制、はい、欲しいですよ、ね。じゃあ参加する方は手を挙げていただいて、右手を、はい、もう立ってる方までいらっしゃって、いいですね。では、あの、こちら勝ちのみで、アイコも負けも、ごめんね、アイコもダメです。アイコもダメだ、アイコもダメですよ。じゃあ5名になるまで絞っていきたいと思いますので。なるほど。じゃあ矢島り、はい、お願いしていいですか。じゃあ皆さん、やっぱ矢島りのじゃんけんなんでね、矢島りは最初はグーではなく、最初はシューでいきますから。最初はシュー、もう元気よく言わない方は失格にします。なるほど。ですか、いきますよ皆さん、せーの、最初はシュー、じゃんけんちょい。さあ、グーのみ、グーのみでございます。グーのみでございます。グーだけです。おお、いい、エンタメ君だいぶ絞ったね。いいよ。いいです、だいぶ絞られましたね、はい。皆さん、分かりやすいように勝った方、大きく手を挙げててください。すいません、グーのみでございます。グーだけです。では、もう中さん、行っていただいていいでしょうか。ククじゃんけんでいきましょう。あ、おや、ククじゃんけん、はい、8×8 はっていうので、はい、ククの答えを言って出してください。はい、はい、え、じゃあちょっとやってみます、はい、最初、あ、やめようか。最初って言っちゃった。自分ができないならやってダメだよ、求めちゃう。じゃあ普通のじゃんけんで、ごめんなさい皆さん、はい、ちょっと闇上がりなもんで、すいません。最初はグー、じゃんけんぽい、パーの方です。パーのみ、パー以外の人は、ごめんね、子供たちもごめんね。パー今どんぐらいですか。パーのね、正直にね、パーの方上げたまま前に来てもらう。パーの方、ゆっくりでいいですよ、前に来てください。パーを出したまま、ね、パーのまま、パーのまま、とりあえず前に来ようはダメだよ。パーの人ね、パーのまま、いいですか。結構いる、すいません。
皆さんもっと前来てください。はい、どうぞ詰めてね、前の方に。あ、結構いますね。ね、すいません、ちょっと早めに。ちょっとギュッとなりましょう。その端っこの方ももうちょい、ま、はいはい、真ん中に来てください。ちょっと見えるようにね。ごめんなさい。じゃあ3回戦いきますよ。はい、宮本お兄さんいきます。最初はグー、じゃんけんぽい。グーの方、グーのみ。さあ、グーの方だけ残ってください。グーが下がっていただいて、ごめんね、来てもらったのに。お、結構残ってますね。もっと前に、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 はい、もっと前に来てください。もっと前に、もっと前に。はい、さあ、いいですか。せー、じゃあヤジマリやりますよ。せーの、最初は、あ、はい、全員資格。あー、厳しいね、言ったよね。いいですか、最初はシューやりますよ。せーの、最初はシュー、じゃんけんパー。初期、チョキの人残っててください。チョキの人残っててください。1,2,3,4,5、ちょうどです。ありがとうございます。あ、もう中さん、ありがとうございます。じゃあもう中さん、そうですね、もう中さんからもらってください。皆さん、おめでとう。皆さん、大きな拍手を。強運の持ち主がね、すごいな。よかった、よかった、おめでとうございます。ありがとうございます、ありがとうございます。ありがとうございます。あ、大丈夫ですか、もちさん、ね、プロレスラーのリングインみたいな。ありがとうございます。はい、なんかもちさん、これ僕ら2年ぶりなんですよね。そうなんです、2022に来させていただいて、はい、2022年に、2022年以来のステージということで、全く同じメンバーで来たんですか。同じメンバーだった。2年前も来てくれたよなんて方います。確かに。ああ、結構いらっしゃる。嬉しいですね。さんも嬉しい、ね、この後トークショーとかそういう、ね、練り歩きもありますので、練り歩きもあったり、本当盛りだくさん。はい、ね、はい、もう中さんね、そうですよね、うん、腰の限界まで頑張ってくれるそうで、はい、もちろんでございます。いろんなイベントにこれから僕らも出ますので、はい、うん、はい、よろしくお願いいたします。昨日はね、花火上がったみたいなんですよ。そうらしいです、川中島でね。そう、見た方います。花火見た方。もう中さん見れたんですか。僕見れてないのよ。あ、そう、見たかったな、ね、花火見た方も多かったんだ。あ、お父さん見たんですか。全部見た。なかなか花火で全部見たっていう表現。ちょっと感想、え、なんですか、全部見た上でね、どうぞ。花火の感想聞きます、うん、え、どうでした花火。すごかった。シンプル。すごかった。すごかった。え、なんか、はいはい。え、ちょっとぐらい大スター前見た。ちょっと通訳できる方いますか。超大スター前。失礼でしょ、通訳。超大スターマイル。超大スターマイルが。っていう名称の、うん、スターマイン、こういうじゃすごいね、僕らもちょっと3人で、はい、花火を見れなかった人のためにも、確かに、ね、3人花火あげる、やりましょう。やばい、ね、やばい、やばい、やばいスイッチはいったぞ、もうちょっと。こういうスイッチはやばいぞ、もうちょっと。3人でやったら、わかりました。はい、3人で、はい、せーの、花火って言って、こう手つないで、パパン、パパンみたいな、はい、ね。じゃあ、火を起こしますね。あ、そうだね、火を起こして。はい、すいません、皆さん。行くよ、みんな、みんな行くよ。行くよ。ドゥルル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 ルもうちょいさん地元だから許されることっすよ。温かい目で見られパーンって。お父さん感想聞きましょう。さっきお父さん、え、お父さん、3人花火、まあ、昨日の花火も綺麗だったでしょうけど、はい、今の花火どうでした。すごかった。やった、やった、最高、やった、最高、ありがとうございます。あ、ということで、はい、お時間ということでございますので、わあ、という間だ。なるほど、はい、まだまだ今日はね、たっぷり1日長いです、はいはい、ありがとうございます、皆さん集まっていただき、はい、ありがとうございました。そうか、そうです、皆さんもまだ楽しむんですもんね、はい、まだありますので、ね、はい、もこの番組2組、フードもあるし、マルシェもあるし、ね、はい、楽しんでいきましょう。よろしくお願いします、はいはい、以上、スカちゃんともう中さんでした。もう中さん、ありがとうございます。サービス旺盛のステージ楽しかったですね。続いては、大門踊り保存会の皆さんによる大門踊りを披露いたします。準備のため今少しお待ちください。